夕食はあっという間に作る時短テクニック。さあ、毎回好評のこのコーナーでございますが、はい、今回はどなたが時短テクニック見せてくれるんでしょうか。それでは登場していただきましょう。披露してくださるのはこの方です。もともと焼き鳥屋を、そうなんですか。体操のお兄さんやる前は僕あの焼き鳥屋やってたんですよ。そうですか。あ、じゃあ家でもおやりになったりなんて。家でやるときはもう本当に時間があるときに、うん、はい、子供たちと一緒にやってます。あ、そうですか。料理のイメージはね、そうよな。ちらっとね、普段料理やるぐらいでできるコーナーじゃないですよこれ。そうですね、品川にしろね、あのオリエンタルラジオの藤森にしろ、ものすごい上手い人がやってくれるんですけど、大丈夫です？そうですね、まあ、あの小さい頃から包丁は持ってますので、でそういった意味ではちょっと自信が、そんなひろみちお兄さんが今回披露する時短メニューはこちら。特別な日を祝う本格洋食メニュー4品。大好きな本格洋食、その中でも誕生日やクリスマスなど特別な日をお祝いするのにぴったりなこの4品に挑戦。まずは作るのが困難なホワイトソースや面倒なアサリの身剥がしなど、一手間も二手間もかかるクラムチャウダー。生地作りだけでも1日以上はかかる、自宅で一から作ることがとても難しいイタリアンピザ。一筋縄ではいかないバターライスにホワイトソース、オーブンでじっくり焼き上げなければならないチキンドリア、さらに下味をつけるだけでも1日以上、柔らかさが命の本格煮込み洋食スペアリブ。果たしてこの4品をあっという間に作るという驚きの時短テクニックとは一体。そしてこちら本格洋食4品を、うん、僕は20分で作ります。絶対無理。いやいや、焼き鳥にした方がいいと思う。ちなみに千野さん、20分だったらどこまでいける、これ。いや、一品例えばほらチキンドリアで20分、でもホワイトソース必要ですよね、それ。めちゃめちゃ怖い。すごい時間かかるんですよね。ガチャ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 、20分くらいかかっちゃうかもしれないですね。あとね、あのそのスペアリブなんですけど、これ20分が圧力鍋で20分。ああ、今日は圧力鍋使わないです。ほら、じゃあ失敗でしょ、これ。安田さん、だってこれ4品作れてるとどれぐらいの時間かかる？2時間かかりますね。2時間、かかります。絶対萌ちゃんだったら3日。否定しねえのかよ。そうですか。だってこれ、こんなお料理って1年に1回豪華なご飯が出るかどうかぐらいのメニューですよ。そうね。でもそれが20分でできたらいいですよね。さあ、そのねテクニックをいろいろと見せていただきましょう。じゃあ早速準備の方、はい、お願いします。いよいよ開演、ひろみちお兄さんの時短クッキング。20分で本格洋食4品を作る驚きの時短テクとは。特別な日を祝う本格洋食がすぐに作れる時短テクニック、はい、レッツ時短。 3、2、1、GO。 じゃあまずは野菜の方から刻んでいきます、はい、まず玉ねぎです。さあ、スタートいたしました、はい、両端を落としていきます、はい、さあ、そして真ん中からで切って、はい、こちらですね、はい、皮、これ後でふりかけにします。ふりかけ、はい、ちょっとふりかけにしたいのでちょっとこれ取ってきます。刻んでいきます。これは確かに料理やってる人ですね。すごい、体操しかできないかと思ってた。すごい、体操しかできない。これ切るときにも一つテクニックが。そうです、あの玉ねぎ切るときは今あの僕鼻呼吸してないです。鼻呼吸でやると涙出ちゃうんで、口開けて、はい、玉ねぎは。そしてこれ、番組恒例の何ですか？これすごいよね。これピーマンの種をね、ウイスキーの種とかそういうんでね。これすぐ取れます。はい。ってことは輪切りがすぐできるってことですね。そうです。はい。ピザ、ピザ。ピザ、ピザ。
そして人参も細かく切ります。はい、慣れてる。ねえ、ベーコンですね。ベーコンはですね、これ軽く水でこう洗ってあげるとすぐバラバラになるんです。取りやすいのでついてないですね、はい、さあ現在2分経過しました。でこれじゃがいもはですね、チンしちゃいます。ひろみとみさん、そんな焦ってる感じも全然、いや結構内心ドキドキなんですけど、あとこれスペアリブちょっと火が通りやすいようにフォークで穴開けちゃいます。早いね。早い。あ、これ漬け込まないですね。はい、漬け込まないです。今日は焼肉のタレです。なんで焼肉のタレなんですか？これやっぱニンニクとかですね、リンゴが入ってますので味が出ますよね。で今日はマーマレード。マーマレード入れる。お砂糖入れますよね。でも蜂蜜とか。蜂蜜ね。でもね、マーマレードが多分柔らかくするのかもしれない。オレンジ。マーマレードはですね、ペクチンが入ってるんで肉を柔らかくするんですよ。ほら、すごい、兄さんすごい、熱湯。はい、でこれ温泉卵作ります。卵入ってるんですか、中に。はい、今卵入ってます。確かさっきありましたね、温泉卵ね。はい、これカップラーメンの容器です。これ容器ですね。保温力が良くて一定に温度を保ってくれるんです。はい、だから普通の容器よりはカップラーメンのこの容器の方が、これ捨てないで取っとくと、はい、なんかすごくゆとりを持って本当にやってらっしゃいますけど、まさか2時間かかるってことはないですよね。とりあえず頑張って今、で今これからピザ、しました。ピザをちょっと作ります、はい、ピザ、これそれ何の生地ですか？これは春巻きです。春巻きの生地です。これにその間に何か入れてますよね。これチーズですね。とろけるチーズ。とろけるチーズです。市販されてるやつ。ピザ生地ってでも通常発酵させますから時間がかかるんですよね。その手間がいらないですね。で今からソースを作ります。で今日はキムチの余り汁。なんだろう、トマトソースになるんだ。そうだ、アラビアータみたいになるんだ。チーズ。ここで5分経過しました。はい、じゃがいもがね、このさっき野菜を切ったやつを乗せて、でこれ卵のゆで卵のやつですね。これで簡単にマッシュルーム。こんな使い方もできるんだ。で今日はトウモロコシもトッピングで入れます。でこれは使いたい分だけ1列ガッと、できるので、これで一応ちょっと黒胡椒を振ってレンジで。え、それでできるの？はい、アルミでもうオーブンの代わりになります。フライパンで焼けるんです。本当に手際いいですね。こうね、ちゃんと解説をしながら全然お話できてる。そうですね、白川さんの場合お話にならないんですよ。もう余裕がないからガーッと、なんか早い早い、穏やかな顔じゃないんだよ。完全にアスリートの顔ですからね。もうオープンキッチンのお店みたい。スペアリブどうだったんですか？あ、まだこれからですね。これからですか？ちょっとまだ見ないです。いやいや、別に僕敵じゃないから。今からホワイトソース作ります。今日豆腐です。裏を教えたってこと？今。はい。ホワイトソースなくて豆腐で作るってことで、片栗粉。はい。牛乳。牛乳。はい。これ混ぜます。体には良さそうだけども。はい。はい。カロリー低い。あとは今日はドリアにチキンを使います。これは半分凍ってます。半分凍ってることで鶏肉の皮が切りやすくなってます。滑らないです。はい。さすが焼き鳥屋さんですね。はい。鳥を知ってんだ。鳥を知ってる。鳥の全てを知ってるんですよ。滑らないんだって。はい、だからちょっとさ、凍らした方がいいんじゃない？あ、さっきの皮。ちょっとポン酢で味をつけて。ポン酢で味をつけて、これもレンジで。はい。どんな味になるんだろう。あ、今時間の8分経過しました。まだまだ出てきてないよ。
です。大丈夫。あとニンニクをすります。ニンニクはめてる時間とかあるのかな。これ皮ってなかなか剥けないじゃないですか。でもこれビニールな手袋だとすぐ剥けるんです。でアルミもこう巻いとくと後でお掃除がしやすい。これをご飯の中に入れてですね、はい、でバターを、このまま入れちゃいます。はい、バターガーリックライスみたいな、そんな感じですかね。そうです、ガーリックライスです。ガーリック系のライス、はい、なるほど。でこうしとけば放っといても焦げることがない。あ、はい、早い。確かにこれ今チキンドリアの具ですね、はい、で今からホワイトソース。これちょっと舐めてみたいんだよね。あれどれぐらいなんですかね味は。お豆腐入ってますね。ご飯かけるのか。ご飯ですよ味は。じゃがいも、さあこれじゃがいも、ピのじゃがいもですね。どうなりました。これこのまま、はい、見ててくださいね。はい、皮が中身が全部出てます。で、もう大きいやつはまだこれでちっちゃくちゃう。はい、潰しちゃいます。すごいっすね。マジックみたいだもん。ホワイトソースで、胡椒万能だよな、マヨネーズって油の香りだ。そうか、あの豆腐だけだとちょっと淡白だから。はい、そうか、そうか。ホワイトソースなるんだ。え、できちゃった。これでもうホワイトソースの、あのドリアの具合で言いました。早いですね、はい、すごい早い。ドリアの今日ドリアは上から作っていきます。逆から作ります。いや普通はあの、はい、オーブンで焼くんですよね。そうですね。やらなくて今日はチーズを下にして、それからドリアのノーマルを乗せ、はい、その後にご飯、はい、僕は逆転の発想だ。すごいですね。その発想ないですね。あ、でもみんな火通ってるから別にそれでいいんだ。そうだそうだ。まさに時短だねこれ。すごいな。でも簡単なんだ。もうその後火山これ煽るんすか。これでドリアができる。上司やから。確かにね、そんな発想ないもんね。発想ない。あ、何してる。アサリをちょっと蒸します。なるほど、酒蒸し。酒蒸しします。ワイン蒸しね。え、チンでいい。はい、はい、タッパーねそれ。で、あとで備える。よいしょ、切り込む。これ芯簡単だ。でも、あらかじめ切っちゃえば、このまま農協の人じゃないよ。そうですね、確かにね。手際ですね。ザルを使って水を切ります。良すぎ、すごいわ。はい、もうできた。え、もうできた。え、ドリアもう大丈夫。これに玉ねぎの皮を散らせます。すごい、はい、金粉みたいだったね、金粉。ただでもあともう7分切りましたからね、はい、無理だな。じゃあちょっと無理でしょうこれ、はい、ちょっと無理だ。あと3分やろ、はい、はい、頑張ります。今度はちょっとあのドレッシングをちょっと作ろうと思って。何入れたんですか。これ梅干しをこの網の中に入れてですね、ギュッと押すと、あのみかんの網、はい、すごい、すごい、すごい。種も皮も入ります。何回も使えるもんね、はい、でこの梅を牛乳の中に入れて、これをシェイク。はい、これで今日ドレッシング完成です、はい、梅と牛乳。梅と牛乳組み合わせは見たことないです。あ、スペアリブ、スペアリブどうなってんでしょうね。煮込めてないでしょ。できないな、どう考えても。残念ながらでしょ、それは。あの、千代さん、お体に触るとあれなんで、座ってて。ありがとうございます、はい、ね、でもなんかついつい気になっちゃって。はい、これクラムチャウダー作ります。クラムチャウダー、はい、
15分経過しました、はい、あ、じゃがいも、あと5分、はいはいはい、あと5分じゃちょっと難しそうだね。ファイブソース残り、はい、頑張ります。うわ、もうちょい。なるほど。あ、出た。クラムチャウダーといえば、うん、アサリですね。これは何をしてるんですか。これですね、あっという間に身が剥がれる。これ身を入れたら、はい、でせっかくですからこれだしも入れます。感動的だったな、はい、簡単にやるな。じゃあ盛り付けます。最後できる、あの千代さん座ってていただいて、なんかもうすごい見たくて全然立っちゃうんです。楽しみになっちゃう。本当にまさしく温泉卵ですね。これパセリをあのさっきの乾燥させて、そしてさっきのドレッシング。あ、ドレッシング。ああ、いいね。ただスペアリブがあと2時間ぐらいね。もうあと3分切りましたからね。じゃあもう無理だ。無理ですね。だって普通の鍋ですもんね。そうそう。だって焼肉のタレだけですよね。そうそう。スペアリブをはっきり言って。で、焼肉のタレはね、万能なんですけれども、ただ万能にもね、効いていいものと効かないものがあるんだ。効かないものがそのスペアリブだ。代表が。果たして時短スペアリブは完成するのか。この後いよいよクライマックス。分かんないですよそれ。片付けに入ります。片付けもきちんとやっておかないと。いいお父さんだな。早い。また片付けも早いわ。あと3分切りましたよ。はい。じゃあ行きますよ。お。まあ、こんな感じで。見ていい？できちゃった。まあこんな感じです。しかもこのね、キッチンをきれいにした上で20分じゃあね、試食タイムと、はい、素晴らしい。めちゃくちゃうまい。クラムチャウダーだけのためにボストンに行ったことあるんですよ。ボストンにクラムチャウダーの有名ダイエットがあるんですけど、はい、いや、なんかそれをキュンと思い出しましたよ。はあ、すごい。そうですね。あとアサリが簡単にこう振るだけで。簡単取るのもんね。あれすごかった。あれもチンするだけで、うん、簡単に本当に身とね、はい、からとボストンまでクラムチャウダーだけを召し上がりに行った森さんが、はい、そう7分くらい美味しい。ボストン、イタリア、スイス、ボストンに行ったよね。最後どこに連れてくるんですかね。それでは時短クラムチャウダーのレシピをご紹介。じゃがいもはレンジにかけるだけで一瞬で皮がむけ、さらにエッグスライサーで素早くスライス。アサリはタッパーを振るだけ。殻同士が擦れることで身と殻を一気に剥がすことができます。あとは具材とホワイトソースを混ぜるだけ。彩りにレンジで加熱しパラパラになったパセリを散らせば、とってもヘルシーなクラムチャウダーの出来上がり。クリーミーなホワイトソースが本格洋食店の味わいを演出してくれます。最後は焼肉のタレとマーマレードジャムを入れただけというスペアリブ。誰もが気になるそのお味は。めちゃくちゃ柔らかい。うわ、おいしい。めっちゃおいしい。おいしい。本当に柔らかい。これ売り物ですよ。おー、半
的にこれテキサスに行きました。テキサス。テキサス行った。死にすぎ。死にすぎ。あと20分で。そう。本当だね。あ、本当だ。確認だよなんか。あ、そうですか。これだとお子さんも食べやすい、うんうん、一晩かけて作ってたものが20分ですよ。スペアリブ作ったことあんの？ないです。ねえんじゃねえか。一晩かけて作ったのがいいな。ドレッシングも気になるんですけど、はい、ドレッシングはあの牛乳と牛乳とあと梅だけでしたよね、はい、梅のドレッシングも果肉だけです。シーザーっぽいです。そうですね、これにねパルメザンチーズを入れたら完璧にシーザーされる。ちょっとなんか温泉卵をちょっと、ね、お肉つけてもいいかもしれないですよね。これですよね。いいですね。ワンパク食いで、はい、卵をつけたところを、うんうん、水木しげるが描く。うまい。まろやかになる。このお店また来たいですよね。ね、全部美味しい。このお店だったらまた絶対来ます。それでは奥様必見、超簡単、一瞬でできる時短スペアリブの作り方。まずは肉に味が染み込みやすいようフォークで穴を開けます。肝心の味付けは焼肉のタレとマーマレードジャムのみ。あとは煮込むこと18分。付け合わせのサラダにトロットロの温泉卵を添えればお家で簡単、柔らかジューシー。